国民一人一人の意識が大事なのであります。無責任な行動をした人がたった一人だったとしても国民全体の悪いイメージになってしまう場合もあるのであります。マスクをつけているのであればおひげは剃らなくていい。まあ気持ちはわかるけどね。マスクを常につけているのであればお化粧は目元だけでいい。え、そうだな。またオンライン会議なのであればおパンツは履かなくていい。それは履きましょう。オンライン会議をバーチャル背景にすれば会議中にルンコをしてもいい。それ緊張感なくなっちゃってるね。ルンコをするととてもスッキリしますが会議はスッキリしないでしょう。いや下手くそか。あれ終わったのか。めっちゃドヤ顔してた。先日私もオンライン飲み会を行いバーチャル背景をいろいろなものにして楽しみました。その話いる。大変恐縮で私事なのですが一番盛り上がったバーチャル背景はルンコが下ネタかよ。その次の日の役員オンライン会議で背景はそのままの設定にしておりました。うわーそれやっちゃったね。そういった秩序飲み出した行動があんただよ。国民一人一人のイメージを下げているのであります。いやあんただよ。その説は本当に大変申し訳ありませんでした。これ何の演説だよ。いいねボタン、チャンネル登録もお願いしたいのであります。ちゃっかりしてんな。